折れそうな心をお互いがこう支え合うみたいなた、ね、意外と自由にやってたじゃん <laughs> 楽しかったです <laughs> 声優さんってすっげえなって本当に思いましたすっげえと思ってもうよしなんか株が上がりそうだぞ <laughs>、はい、鈴木さんはじめとするもう声優さん方っていうのに本当に救われましたしお願いします 鈴原守の声を担当した主演の北村匠さんよろしくお願いいたしますはい守、えー、の声を担当いたしました北村匠です、えー、やっとですねこの作品が完成することをお伝えすることができますすごく、えー、嬉しく思っております、えー、今日はですね精一杯この作品の魅力を皆さんにお伝えできたらいいなと思っています千代の綾の声を担当した吉根京子さんよろしくお願いいたします えー、千代な彩ちゃんの声をやらせていただきました吉野京子と申します、えー、この作品を通してまた青春を体験することができました、えー、見ている方にもそんなキラキラした、えー、姿が、あのー、届くといいなというふうに思っています、えー、たくさんの方にこの作品が届きますようよろしくお願いします 小形ソ馬の声を担当した鈴木達久さんお願いいたします。はい、えー、小形ソーマ役の鈴木達久です、えー。本当にあのー、とにかくみずみずしいその青春模様というものがフィルムの中にあふれている作品ですので、えー、今日この短いお時間を使ってですね、皆さんにその魅力をお伝えできたらなと思っております。よろしくお願いします。シネさんはあのー、声が素敵でなんだろう心がある感じがすごい。 ですよね。なんかだからあの人柄もすごくこうあのそれこそ柔らかいですしなんかこう常に現場ではなんか支え合ってた感じはします。なんかやっぱ僕らあの本当にこうプロの生産に囲まれながらいろいろ教えてもらいながらやってたのでお,お互いこう,もう何て言うんですかねもう立ち向かうしかない感じが。 折れそうな心をお互いがこう支え合うみたいなた、ね、意外と自由にやってたじゃん <laughs> 楽しかったですめちゃめちゃ楽しんでやってたんですけど <laughs>、うん、でもどっかでこうなんか頑張ろうみたいな <laughs> 頑張っていこうみたいなとこはありましたねそれこそあの鈴木さんに本当にいろいろ教えてもらってあのー、なんだろうもうノウハウすべてをタイムをこう書くところからとか なんかもう何から何までずっと教えてくれたのは鈴木さんでした、うん、なんか本当に助かりましたし <laughs> あの声優さんってすっげえなって本当に思いましたなんかあの途中あの吉田さん演じるあのお父さんが出てくるんですけどその声もなんかこうガイドでやってたり、ね、てた出る姿とか見て。 ここういういと、なんかしかも違うんですよね声がなんかがすっげえと思ってもう <laughs> よしなんか株が上がりそうだ <laughs>、はい。はい、田村さんとは本当に支え合いましたであのとにかく守が一人で喋ってるところが多かったのでもう後ろからもうエールを送ることしかできなかったところもあるんですけどでも本当にねやっぱ私たちは。 ちょっとやっぱり今までいるその普段のお芝居の現場とはやっぱ違う現場の中でこう場違いというか,なか空気があるんだろうなと思いながらもでもそれをすごく優しく身を持ってくださる鈴木さんはじめとするもう声優さん方っていうのに本当に救われましたしあのちょっと悩むとすぐにフォローしてくださるっていう何かこう。 ことなんて言葉にすればいいかもわからない悩みだったりとかをすぐこう感じ取ってくださって後ろからこうすればいいんだよってフォローしてくださるのが本当に救われたなと思ってこの7日間戦争は2日間とかで撮ったんですよね。<あ>私の中でも2日間戦争だと思ってやってたんですけど本当に皆さんの力があってあの乗り越えられたなというふうに思ってます。そんなじゃあ 現あの一番最初実はあのオーディションでこの役受けさせていただきましてでその時に相馬、えーまあ、ーーと出会ってで実際その役を決まった後にあのに音響チームの方からもあの、まあ、お二人と一緒にアフレコができるってなかなかないんですよこういう劇場版だったりとかの。 ものでもそのメインメンバーが集まってアフレコをするっていうのが結構珍しいあの光景でしてでその中で本当に一緒に撮れるって本当に空気感をいっぱい作れることだなとは思っていましたしでその中で音響チームの方からなるべく彼ら彼女らがそのとにかく気持ちよくいつものようなお芝居をこちらも見たいから。 そういったものを引き出せるようなできればパイプ役になってほしいっていうことはおっしゃられていてでもそれはもう普段からものづくりする上でフィルムづくりの中では一番大事なことではあるのでやっぱり現場の中の,そのブースの中でしか分からない空気感だったりとか何かそういったものをすごく大事にしながら本当にみんなでそれこそあの吉野さんがおっしゃられているように本当2日間戦争だったんで僕らにとっては本当戦争のような2日間で。<laughs> 本当にもう朝一番早くから入ってでみんなで挨拶をしてそこから一緒にお昼ご飯を食べてでそれでまた後半戦に向かって夜遅くまでやって誰かがちょっとあの例えば少し悩んでいたらっていうものがあればもちろんあの演出の方からもいろいろなそのディレクションを入るんですけどでもそれをみんなでこういうことっていうことかもしれないしこんな考え方もあるかもねっていうのを本当にお互いその。 何でしょう芸歴に関わらず本当にみんなで支え合いながらいろんな話をしたりとかでもちろんブースの向こう側で監督たちがいろいろとあのこう考えられている間とかはまあ言ってしまえば僕らの時間でもあったりするのでそういった時はねもう本当あの北村君だったりとか吉野さんとかに普段の僕らも違う知らない世界のことを教えてもらったりとかあとずっと食べ物の話してたよね。 俺ずっと芳根さんからおいしいお店をずっと聞いてたお店思い出がある <laughs> すっごいよく知ってるんですよ、本当にいろんな地方のおいしいお店屋さんをいまだにブックマークであの全部取っておいてあるんで, <laughs> でラーメンばっかりでしたラーメンばっかり<そ> <laughs> こっちでディレクションしてああだこうだ打ち合わせしてる間にブースの方からラーメンの話ばっかり聞こえてくるんですよ、しょ <laughs> ラーメンだったらあそこでねみたいな変わり種だったらみたいな話ずーっとしてて。<laughs> なこやかな一時も二日間で,あ,で、ね、ありましたね本当に。あとはもうやっぱり北村くんがすごいアニメも好きって言ってくれていたので,で感動してましたずっと。<laughs> うん、なるほど。作品にあの声なんですよねみたいなもうずっとそんな感じでした。そうあとはなんかちょうど休憩中とかに。 あのまあ、食堂があったのでそこで食べてる時にねちょうど別作品ですっごい北村君が好きな作品の主役がたまたま通りかかって挨拶してくれてでそれで上に上がっていくっていうこともあったりとかしてね、はい、すっごい感動してたもんねすごい一番テンション上がった姿をそこで見れましたね,ねびっくりしましたね